あなたはメカジキ2番隊の隊長。あなたのことは知っていますよ。あなたのおかげで今の渡積島の平和があるんです。自分はメカジキ2番隊の隊員ではありませんが、当時タタラスナにいた時あなたをお見かけしたことがあります。両軍が対峙する中、人前秘部で何人もの幕府武士と戦っていましたよね。かっこよかったです。何か自分に手伝えることは？何でもお手伝いします。皆さんの落ち着きがない。確かに自分も感じていました。多分まだ戦争の影響が尾を引いているのでしょう。戦場では犠牲になる可能性が常にあったので、皆さんすごく気を張っていましたし、そんな状況下で戦争がいきなり終わったため、皆さんどうやって普通の生活に戻ったらいいのかわからないんですよ。ですので心配しなくても大丈夫です。少し時間が経てば皆さん良くなると思いますよ。それ以外だと自分には心当たりがありません。ですが三五宮様がいる以上、渡積島に危険はないと自分はそう信じています。それに今はあなたも戻ってきましたので、より安全かと。何か必要なことがあればいつでも自分におっしゃってください。すごく親切な人だったな。他の人にも聞い